今週の火曜日12月14日は宮市亮選手の満18歳の誕生日でした。この日を待ってヒルトン名古屋でイングランドアーセナルとの入団契約が交わされました。 Thank you. Shake hands again. 8月に練習参加をさせていただいて、そこで思いのほかのベンゲル監督の方に評価してもらって、それが今回、入団という形に至ったと思います。やはりベンゲルさんの言葉っていうのは本当に自分にとって自信にもなりましたし、それがあって本当にここに来たいと思ったので、早く勉強し英語を勉強しておけっていうことと、ここはお前の家だって言ってくれたので、それが僕にとって大きかったです。強みはやっぱり、プレーでいうとスピードに乗ったドリブルだったり、やっぱりサッカー以外の面では、人と話せるというか、そういうところが強みだと思います。意識しているのは、ドリブルに入る前のファーストタッチっていうのを意識しているので、そこを本当に練習してきました。尊敬するサッカー選手はクリスティアーノ・ロナウドですね。雑誌などでしか見たことはないんですけど、一番早く練習場に来て、一番最後まで練習しているっていうことを書いてあるのを見ると、やっぱり世界一になるだけの選手だなというのを感じるんで、どんな形でも点が取れるってことは本当に憧れる選手なので、そういうところは本当に尊敬してます。見ていても激しいなっていうのはあるんですけど、自分の得意とするスピードっていうのが、どれぐらい通用するかっていうのも楽しみですし、本当に通用していきたいっていうのもあるので、スピードっていうのを意識してやっていきたいと思います。セスク・ファブレバスからパスを来て点を決めたいっていう思いはあります。チャンピオンズリーグの決勝だったり、本当にプレミアリーグの優勝を決める大事な一戦だったり、そういう大舞台で自分が活躍する姿を描いてます。